阿蘇を訪れる観光客たちを野の花で出迎えようと、平成21年11月13日、阿蘇市黒川の阿蘇田園空間博物館で山野草の種まきが行われました。この種まきは、自然いっぱい花いっぱい阿蘇おもてなしプロジェクトとして、平成23年春の九州新幹線全線開業に向け、野の花で阿蘇を訪れる観光客たちを歓迎しようと、県観光連盟の助成事業で行ったものです。この日は雨の中、阿蘇の自然を愛護する会の高村隆夫事務局長らの指導で、阿蘇田園空間博物館の職員やボランティアら8人がカヌマドや腐葉土などを混ぜてプランタに入れました。ユースゲやヒゴタイ、オカトラノオ、ハナシノブなど30種類の野の花の種子をまきましたが、来年の春には発芽し、夏には花を咲かせる野の花もあるということです。阿蘇田園空間博物館では、発芽したプランタを飾り、観光客たちに阿蘇の代表的な野の花を見てもらうことにしています。